気になる場所なんですけど、この懐かしのなんかショッピングセンターの横しにあるこのうどん屋さん、コーヒーしだしって書いてて、ね、この焼きそばうどんとか親子丼ね、あります。ちょっと行きます。簡単ですよね。昔あの料理とか仕出しみたいなの、仕出しはもう昔ものすごく、はい、あ、なるほどね、うん、昔はもう1日200個ぐらい、確かにその時も結構ある。あ、じゃあその先ほど言った47年前はまあそれこういう料理あれを中心っていうことですよね。そうそうそう、ごめんね。 ありがとうございます。おいしそう。さあ、こちらがサンライジャパンがいただきます。水が入ってます。柚子ですかね、はい、なんか結構香りが良くて、あの、美味しいです、上品な感じですね。ありがとうございます。美味しいです。なんか昔ながらというか、僕が結構食べるもう昔からのあれじゃなきゃ私は。失礼します。ありがとうでした。よいしょ。というわけでごちそうさまでした。昔ながらのね、うどん屋さん、もともとは、ね、仕出しとかね、まあ、そういう宴会ごとの、ね、料理を出してたそうなんですけど、今はもうこの簡単な料理になりました。でここはもう47年ぐらいやられてるそうで、この隣のやったスーパーが46年ぐらい。皆さんフラッとね、軽い感じで寄ってみてください。昔ながらのうどんでした。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。